これは童貞たちによる筋書きのない恋愛ドキュメンタリーである。どうもこんばんは、エッグヤザーです。ということで本日から始まります、はい、エッグヤザーの童貞ハウス。はい、こちらはね、本家テラスハウス同様に一切筋書きもやらせもない恋愛ドキュメンタリーとなっております。あ、ただ一つだけ違うのは、はい、この童貞ハウス、なんと主役は童貞の男の子たちです。おー、どんな童貞たち集まってね、どんなドラマ見せてくれるのかすごい楽しみなんですよ。そうですね、はい、その童貞たちによるいろいろ成長する姿とかね、あ、恋愛する姿っていうのをみんなにお届けして、童貞のみんなにお届けしてね、はい、童貞たちに勇気を持ってもらおうっていうね、はい、番組です。ということで早速童貞の人たちをお呼びしたいと思います。どうぞどうぞ。チェーイ、お願いします。はい、ということでね、はい、こちら童貞の皆さんに来ていただきましたけども、3人は童貞ということでいいんですか。はい、はい、おお、自信満々ですね、はい、ってことは3人はその彼女いない歴イコール年齢ってことでいいんですか。はい、はい、おお、さすがですね。3人は女好きなんですか。はいはい、お前そこも入っていいよ、お前なんか疑い出てくるんだろ。だ、女好きです。男好きなわけじゃないだろ。はい、何なのお前そのマジな目。違うよね。大丈夫ですよ。女が好きなんでしょ。はい、男は嫌いでしょ。はい、そうだよね。よかったよかった。ということでね、この3人と一緒にこれからね、はい、あの童貞ドキュメンタリーをやっていくわけなんですけども、はい、はい、やっぱさ3人はさモテないわけじゃん。はい、はい、だから今回女の子たちとか苦手でしょ。はい、はい、まあ、そういうのを克服してね、女の子たちと仲良くなって、はい、恋愛して、はい、で最後告白してね、はい、付き合えたら最高じゃん。はい、はい、ということで今日は綺麗な女性たちを用意してますんで、はい、うん、早速ね来てもらいましょう。どうぞどうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。おお、テンション上がってるね。はい、どうよお前ら。めちゃくちゃ可愛いですよ。いやいや、ちょっと僕らも入りたいですもんね、これ。そこまでじゃないけど。ということでね、2人に来ていただきましたけども、はい、お名前は何ですか。はい、高橋ゆきです。お、ゆきちゃん、ゆきちゃんよろしく。ゆきちゃん、はい、福坂まりかです、よろしくお願いします。お、まりかちゃん、まりかちゃん。ということでね、はい、やっていきたいと思うんですけど、はい、どうよ、はい、3人この印象はさ、2人に対するなんかある。まあ、でもちゃんとどちらでもいいのでゴールできたらいいなと。どちらでもいいぐらい綺麗ってことでしょ。はい、まだ中身がわからないからね、はい、前向きな発言だよね。はい、いいね、イエーイ。さすが童貞だね。はい、どうですか。実は前から知ってまして。お、そうだね、まあ、一応吉本の女芸人の先輩だからね、はい、お前らの。いや、綺麗だなと思ってたんですけど。綺麗だなと思ってた。先輩なんで、うん、声かけられないな。うえぇー今日来たんで。長い長い、はい、次に。さっきも言ったみたいにめちゃくちゃ可愛いんでちょっとドキドキしますね。うわ、いいね。100点の童貞だよ。ということでね、はい、今日からこの、ドキュメンタリー始まりますけども、皆さんぜひね、せっかくなんで応援していただきたいと思います。みんなじゃあいい恋愛してね、はい、はい、最後ゴールして、はいはい、幸せなカップルになれるように。はい、はいはい、まあ、ただね、男性の方はちょっとね、完璧にカップルができたとしても、はい、2組なんで、はい、そうですね、はい、1人あぶれてしまうんで、あぶれないように頑張ってください。はい、はいはい、ということでみんな恋愛頑張るぞ。おお、長かった。